クラリス聖書第一巻の内表紙、チェコ語訳聖書からの最初のチェコ語への翻訳はクラリス聖書である。翻訳は兄弟同胞団によって行われ、1579年に出版された。1613年からの第3版は古典としてみなされており、最も使用されているチェコ語訳聖書である。20世紀に入り、 1961から1979年にかけてチェコ語共同約聖書が出版されて2001年に改訂されている。ありがとうございます。